名前はミラノルネッサンスという名前にしたんですけど、その2008年というのは実はあのミラノにある最後の晩餐、レオナルド・ダ・ヴィンチが描いたあれの22年かかった修復が終わって10年目だったんですね。プラスあのミラノコレクションちょうど被っててタイムリーなんじゃないのかっていうのも、もう1年前からそういうのはずっと調べながらやって、もちろん伝統的なこともしながら何かそこから新しいものを生み出すっていうのも創作につなげれるんじゃないのかっていうのから始めていった感じです。ミラノといえばミラノレッドっていうのが自分の中にもあって、ミラノレッドなんで少し深みのある赤にしたかったんですけども、でベースに置いたカンパリ、これミラノ産です。でここに合わせるのに少し濃ゆめの色で、しかもカンパリの苦味と合うような少しフルーティーさが欲しかったので、ベリー系のリキュールをそこに合わせまして、でそこにプラスカンパリの苦味とマッチするような苦味のある爽やかな味わいが欲しくって、そこにピンクグレープフルーツっぽいものを入れて、フレッシュ感が欲しいというのでライムジュースでフレッシュを足して、この時点でも比較的味はもうまとまってはいるんですけど、ショートカクテルっていうのは大体カクテルグラスに入ってまして、シェイクしたりステアしたりしたものを注いで終わりですっていうのが普通なんですけど、そこに自分はトニックウォーターを最後に入れちゃうっていう、それってありなのっていうところを挑戦したんですよね。他の作り方としてはもう今までと同じように、そこにもう一つこれが今のエッセンスだみたいなものを加えてみたっていうのがミラノルネッサンスでした。ちょうど多層的な味にしたかったんですよね。最初飲むと甘みがファッときて、その後苦味にそれが変わって、それがスーッと消えていくっていう3段階の味わいになるように構成したカクテルでした。